観音寺城。観音寺城は、滋賀県大海八幡市安土町にあった、日本の城、山城である。市場に、和田山城、助成城、三つ城、長江寺城などがある。城跡は、国の史跡に指定されている。大海源氏の佐々木氏、後に、大海守護六角氏の居城で、小脇間、金剛寺城を経て、六角氏の本拠となる。 標高432.9メートル、南北に伸びる絹笠山の山上に築かれる。南原の斜面に車を展開、家臣や黒人漁師の屋敷を廃した。総石垣で、安土城以前の中世城郭においては、得意な点とされる。天文年間には、城下町、石寺も置かれ、落市が行われていた。周辺は、琵琶湖や大中の湖。 美野から京都へ至る東山道、長江寺集落から伊勢へ抜ける八風街道があり、それらを完成できる要衝に位置する。正確な築城年代は定かではないが、古典、太平記には南北朝時代の建務2年、1335年に南朝側の北畠秋江軍に備えて北朝の六角氏よりがこもったという記述があり、その頃には築かれていたと考えられている。 ただ、この時はまだ、観音政治を臨戦用の取り出として活用していたのではないかと考えられている。観音の上乱の最中の観音2年、1352年9月には、大見国にて、足利忠義の兵が南朝と連合して、足利高氏方にあった、佐々木道与、京国高氏や六角氏より、直綱兄弟らを打ち破り、破れた道与らが、 当時、佐々木城と呼ばれた観音寺城に逃げ込んで、牢城している。室町時代の応仁の乱では、六角高よりが、西軍に属したため、同族の京国持ち吉に攻められている。六角氏は、同族で東西に分かれ戦っていたのである。応仁の乱では三度、観音寺城の工場戦が展開される。細川勝本率いる東軍に属していた、京国持ち、 清の長南葛秀は、六角高頼の巨城、観音寺城を攻撃した。城主の高頼、神代の山内聖光らは、京都におり、東西の戦闘に参加していたので、観音寺城の留守教役の岩井幸隆が迎え出た。数日間攻防戦が続いたが、岩井幸隆は、敗れ、応仁2年、1468年4月1日に、城を明け渡した。 応仁2年11月初め、神代山内聖光がようやく京都より帰国し、観論事情の防備を固めた。湯気の戦いで六角高よりに敗れた六角聖行と京国持、ち清の連合軍は、雪辱を果たすべく、第一次観論事情の戦いに続き戦闘準備を整えた。同年11月8日、六角京国連合軍は、 関論事情を攻め落とすべく攻撃を開始。山内政光は防戦したが守りきることができず、火を放ち敗走し、高頼法の武将二十三人が、六角、京国連合軍に寝返ったと、山目録に記載されている。東軍の細川勝本は八大将軍、足利義政を擁して、官軍となった。この権威を利用して、文明元年、1469年5月、 六角高頼の大見守護職を解任、代わりに、京国持清を守護に任命した。守護に任命しただけではなく、持清に従わない者は、事業地を没収する特権も持った。これに激怒した高よりとその悲観は消失した、観音事情を、集築、三度立てこもることになる。これに対して、京国軍は、多賀高忠や六角制行を派兵、鎮圧に向かわせた。 高寄軍は山内聖光、岩貞高、岩行高を観音寺城やその市上周辺の取りに配置し、交戦状態になった。後位軍は猛攻であったが、高寄軍も防防備し、三度目の正直、遂に京国軍を撃退することに成功する。その後、高寄が幕府御領地を侵略した際には、遠徳元年。 1489年9月に旧大将軍、足利義直の申請を、炎徳三年、1491年8月には、重帝の重大将軍、足利義種の申請を受けたが、高頼は二度とも観音事情を放棄し高果の山中で、ゲリラ戦を展開、一時的に城を明け渡すが共に、脱海している、状況、炎徳の乱。戦国時代には、 大幅な城の改築が行われるが、六角義方、義春節の頃には、浅井長政に、野良伝の戦いで敗れ、お家騒動、観音寺騒動に伴う家臣団の分裂などで、衰退することになる。永禄十一年、1568年、終わりの織田信長が、足利義明を要して、上洛の大軍を起こすと、六角氏は敵対し、9月13日に、信長に、 市場の三國城と和田山城を落とされると、六角吉方、吉春節は観音寺城から逃げ向けつい城をした。その後、六角吉方節は観音寺城に戻ることができずそのまま廃城になったと思われている。一方で、構造的に、元気年間1570年頃に改修された可能性がある石垣の跡が見られるため、観音寺城の戦い後もしばらくは、 お出しの城として機能していた可能性がある。2006年、平成18年4月6日、日本百名城、52番に選定された。現在のような観音事情になるまで、幾度かの改修が実施されたことが、文献や発掘調査などから明らかになっている。観音事情は、現在、正確な車の数はわからないが1000カ所以上の車があり、 その多くが石垣で囲まれた日本国内屈指の大規模な山城であったと見られている。山城の特徴として、居住に便利なように山麓に館を設け、山城付近に戦闘、防備施設があるのが一般的だが、観論事情は山麓全体に分譲地、もしくは団地のような居住性の高い車が配されている点が、他の山城とは大きく異なる。これは、 六角氏の政治的立場と関係が深いと考えられている。もともとこの地域は自立意識の高い国人衆が多く、彼らと連合政権のような政治を実施していくために、城郭も広い屋敷を持つ車が必要であったと思われている。このため規模こそ、日本国内で屈指のものであるが、防備のための城というよりも、権威づけ、政治色の強い城ではあったため、 単純なここを、立て彫りなどはなく防御施設は貧弱と言われている。六角市も本格的な牢場戦は実施せず、一旦城を明け渡した後に勢力を整えて、再びダッシュする戦術を何度も取っていた。これに対して、戦国の県上では一定の防備が整っていたのではないかとしている。観音事情の攻め口は南側と北側になる。南側、 つまり落市や六角市の館があった方向から攻め登ろうとすると、そこには強固な石垣がある平井丸、池田丸があり、また山須その平地部分に部隊を展開しようとすると、観音寺城の市城、三國城、長江寺城があり攻撃される可能性がある。また北側、安土山、現在の安土城の方向になると、狂わない者の,の尾根沿いに、 切りぎしと巨大な土塁を持って防衛ラインを形したと考えられている。つまり山の尾根そのものを土塁としていたのではないかと、戦国の剣状は指摘している。この後、山城も大きく進化していき、一線防備でなく車の配置や形状に工夫が見られて、拠点防備になっていくが、観音事情は当時の技術としては、剣上で、発展途上ではなかったとか思われている。 標高は395メートル、面積は約2000メートル、主な移行としては、素石、暗渠排水、溜めます、溜めます、貯水槽、幅4メートルの大手石階段などがある。またここには、二階五殿と言われた施設があったのではないかと思われている。平井丸は標高375メートルで、面積は約1700メートル、 平井の館があったのではないかと思われている。観音事情の中でも石垣、石類の規模が最大の車跡である。その中で特徴的なのが、高さ3.8メートル、長さ32メートルにも及ぶここ跡があり、2メートル以上の石も使用されている。また南側には幅0.8メートル、高さ1.3メートルのくぐり門もある。 また北東には張り出しを持つ建物とそれに付随する庭園跡が発見された。池田丸は標高365メートル、面積は約2700メートルで最南端に位置し、本丸にある親方へ通じる木戸口になっている。またこの車は南車と北車に分けられ、周囲は土塀を巡らし、南面には庭園を持つとのもや、ため松島が発掘されている。 観音寺城の東の端に一角独立したような形で、伏せしの巨漢アージマルの車跡があり、ちょうど観音寺城の鬼門の方向に当たるとされている。大きさは、東西43メートル南北50メートルの規模があり、周囲には土塁、東西南側には土塁のうち、外側に石垣を築いている。この車は、南西、西の中間、 北東の三カ所のここを設けている。また南海側では、道路を挟んで、上下斜面に、腰狂アートが残っているが、この淡路丸に付随したものと考えられている。車を土塁で囲む、構築法がシンプルであるなど、伏せしの城であった、伏せや真城、大森城を取る意地点が多いのも、この車の特徴である。その他車として、数多く存在する。 このように車の名称に二の丸や三の丸のような数字ではなく、人の名称が使用されたと伝承されている。これは、六角定頼りの時代に、家臣団、国人衆を観音寺城へ居住させ、文献上では初めて、白割を実施したためではないかと推定されている。観音政治への巡礼参道である赤坂道の参道入り口を右に折れ、 月当たりの石段を上がると、六角市の親方跡がある。ここも三方向を土塁と霧岸で囲まれた、上、御用屋敷という地名の場所があり、南東には高く積まれた石垣が残されている。絹笠山の山麓にあり、石寺城下町付近になる。現在の大見八幡市安土町石寺に、石寺落衆が開かれていた。落市とは、 非課税等を通じて自由な売買を可能にした市のことである。石寺楽市は日本国内での文献上の所見で城下町に築かれたとされている。この地域は下御用屋敷、犬の馬場、馬場道、高口といった城下町を伺わせる地名が伝えられている。これに対して日本城郭体系では大見八幡市安土町石寺以外にもう一箇所 楽市があったのではないかと指摘している。この石寺の地域には多くの武家屋敷もあり、ここに楽市も混在していたとすれば規模が小さいとしている。また石寺楽市の古文献には、ホ内町という記載が見受けられ、石寺にはない。石寺の隣になる大見八幡市安土町東大磯には、ホ内町という地名が伝わる場所があり、 この周辺には3000軒も家が立ち並んでいたと伝承されている。これらのことにより、当初石寺に築かれていた楽市は、後に東大磯にも、紳士として増設されたのではないかと指摘している。この石寺楽市は、近隣にある安土城の楽市にも影響を与えることになる。この石寺には、楽市以外にも犬大物馬場跡があり、ここで、 佐々木流馬術を伝授していたと思われている。また、犬を物もろが現存しており、本丸の館二階に飾られていた、戸佐光重が描いた、障壁画の詩であると言われている。観音寺城に、数多くの詩情があるのが、特徴の一つである。上郭、出城としての役割を果たした城もあれば、巨漢程度の城など様々な詩情があったと、推定されている。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。